就職活動を始めるとよく耳にする言葉、リクルーター。皆さんはリクルーターという言葉をご存知だろうか。一般的には簡単に言うと、企業の若手社員が採用活動をするということで、リクルーターと呼ばれる社員が就活生と出会い、場合によってはそれが一次選考を兼ねていることもあるという。こと裏社会においてはどうなのだろう。よし、俺は今日から半グレになろうと決めて誰かに入れてもらうわけではないし、誰かに紹介してもらえるわけでもない。なろうと思ってなる分にはいいが、恐ろしいことになりたくもないのになっている場合があるというのだ。その入り口は主にネット SNS 上の企画だという。アウトローに詳しいジャーナリストの草田はこのように説明している。最近大きな話題となったのは M 沢さんの100万円あげます企画です。これには多くの詐欺業者が感謝をしたことでしょう。なぜって、おかげでダイレクトメールはバンバン送れるだろうし、リスト化して配ることもできるんですよ。似たようなサイトを作り出し、本当にお金や物を配るような画像や通帳口座の残高に多額の金額があることを示す画像をアップしておくんです。もちろんそんなもの偽物なんですよ。でもそうすると安心できるなって思ってしまって、そこからお金に貪欲な人は引っかかっていくんです。で、直接仕事依頼的なメールを送るんです。基本的にああいったツイートに応募するのは金に貪欲な人だから、甘い誘いに弱いんですよ。そして仕事をしてしまうんですね。薬の受け渡しだったり、オレオレの受け子、女の子のスカウトなど様々な仕事がありますから、知らないうちに半グレの仲間入りですよ。別に半グレといっても元暴走族のメンバーじゃなきゃいけないわけではないですから。自分たちの資金を稼ぐために犯罪を起こし、離合集散を繰り返す集団のことだと僕は思ってますんで。あと結構有名なアウトローの方たちの名前を出して女の子に近づくんですよ。俺 K さんの知り合いなんだ、今日一緒に飲むんだよとか言って、そうするとちょっと知ってる女の人はホイホイついてくるんですね。でそのまま強引に飲ませて性行為して金品を盗んで逃げるとか、一部始終録画しといて動画を上げるとか脅して金を巻き上げるんです。ピンクリクルーターなんて呼ばれる人もいますから。でもこのことを SNS で注意喚起しても、最初から危険だって思ってる人はそもそもそんな釣りに釣られないし、登録しないって言われちゃったんですよ。でも気をつけてほしいから発信し続けますけどね。お金に関係することにはネット上で応募しない方がいいです。これはツイッターやブログでお金や物の配り行為をしている人間に注意ということです。なぜかというと、物をあげます、金を配りますといったことのほとんどは釣り行為で、応募すればその時に個人情報がリスト化されていきます。それを裏社会のリクルーターがいい金儲けがあるよと巧みな話術で詐欺やスカウト行為に誘い込んでいくのです。出会いたくて出会うリクルーターではなく、勝手に巻き込みに来るんです。気づかないうちに自分が加害者になっているというパターンはあまりにも多いんです。案外断れそうで、実際仕事の話とか簡単に儲かる話なんかはこの不況のご時世、いろんな年代が飛びつくのかもしれない。気をつけるべきなのはばらまきのサイトや企画だけではない。昨今の半グレで有名になった人たちがいる。例えばアウトローのカリスマと呼ばれており、小説を書いたり、自身が YouTuber になったり、ブログを運営していたりと、自身の過去も顧みつつ、今の自分を発信することでその存在を確固たるものにした You。 また元地下格闘技選手で、その腕っぷしの強さから傷害事件を何度も起こし起訴され、逮捕経験があっても自身は悪いことをしているつもりはないと胸を張り、自分に求められることがあるからやっている、それが悪いことで捕まってしまったらまた勉強して戻ってくると頭角をあらわにした K。 また自身のファッションセンスや豪快に飲み歩く姿をブログに上げ、
事業の業績をどんどん伸ばす通称 T。 実際に雑誌のファッションモデルも務めたことがあるのだ。どの男たちを見ても強くて、しかも二枚目とくれば、その陰に隠れた恐ろしい過去を知ろうとしなければ、きっと男女問わず憧れの対象になるだろう。実際 U には自身のサイトに視聴者から、とても尊敬しているので同じ入れ墨を入れたい、どうしたら周りを説得できますか、などの相談があるらしい。この時 U は、尊敬されるのは素直に嬉しいが、そんな人生じゃないし、そんなことは自分や周りのためにならないから、せいぜいハロウィンの仮装でやるので十分だ。真っ当な世界でちゃんとした仕事につけよ、と答えている。自身の入れ墨は真っ当な世界との決別の意味もあったからという。この男気も憧れの対象となるだろう。またアウトローのファッションリーダーの通称 T には、自身のブログに、今度都内某所で仕事あるんで手伝ってくれる方いたらお願いします、と一言アップすると、あっという間に DM が集まってくるという。いつですか？絶対行きます、教えてください。どこでやってますか？今度握手してください。どんなことでも手伝います、などなど。瞬時に100人の応募があったというから驚きだ。しかもいつどこで飲んでますと入れれば、女の子が一緒に飲みたい、一目見たいとその場所に来るという。彼らの影響力は多大であるが、こうしてまだメディアに取り上げられ公になっている分にはいいのだが、犯罪は常に隣り合わせであることを忘れてはいけない。確かに金が欲しい、憧れの人に会って話や仕事を手伝いたい気持ちはわかる。そこで大金を手にしたいとなれば、リクルーターが斡旋し、希望者が仕事をし金を得る。もちろんその金は何パーセントかはリーダーにピンハネされるかキャッシュバックするのだが、ウィンウィンの関係と言えよう。だがリクルーターも自分と面識がなく全く知らない人が、憧れや金の仲介をしてくれる出会いばかりではない。もちろん一般的なリクルーターと同じように OB OG といった先輩からの誘いということも大いにあるからだ。 OB OG からの誘いほど恐ろしいものはないだろう。実際その手の OB からのちょっと手伝えよといった一言だと、嫌でも行かなければならないことは十分に考えられる。対策としては、やはりネットでの怪しいサイトには登録、DM は避けた方が良さそうだ。さもないと、もしかしたらその仕事の斡旋は犯罪の片棒を知らないうちに担がされて、気づいた時には檻の中ということにもなりかねないからだ。就職するときに自分につくと有利になるリクルーター、でもこんな怖いリクルーターなら私はいらないよ。怖い先輩からちょっと手伝ってよって言われたら、断れる勇気って持ってる？私は振り絞って出せるかなって不安になったよ。お金あげますってブログや企画もそうだけど、やっぱりいい話には裏があるんだなってつくづく思ったよ。私は応募しなかったけど、周りは結構応募してて、ネットだと本当にそれが正しいサイトだったのかって見極めるのって難しいよね。欲しいものやお金だったりすると魅力的だけど、今後も気をつけようと思ったよ。最後まで動画を見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったら高評価やコメントも忘れないでくれよ。次の動画は何だろう？それはまたのお楽しみ。火曜日以外の8時に動画を配信中。チャンネル登録をしてベルボタンも押しておこう。それではまた明日。